河北長政は映画制作者、輸入業者、国際的映画人として特にアジアでは絶大な信用を有した。妻で長政以上の国際的知名度を持つ日本映画の母かし子娘の和子とともに河北家の三人として記憶される。名の長政は歴史好きの父がアジアに飛躍するようにと山田長政から付けたとされる。今日も河北一族の名は 財団法人、川北記念映画文化財団として映画界に散々と輝いている。同法人は日本映画の芸術文化の発展に甚大なる功績を残した映画人等に対して毎年川北賞を送り表彰していることで有名である。なお、鎌倉市に所在する邸宅跡は改修され、鎌倉市川北映画記念館として2010年4月に開館。土地は川 北家が、市に寄付し、市が5億円をかけて記念館を設立、毎年約3000万円の運営費を市が支払い、河北財団が運営している。陸軍大河、北大二郎と、妻甲の次男として、東京で生まれる。大二郎は、陸軍幼年学校、陸軍主管学校、陸軍大学校を卒業し、第四師団野戦方兵第四連隊の第一、中隊長として、 日露戦争に従軍。負傷しながらも戦死した大隊長の代わりに指揮を取り、激戦を戦い抜き禁止勲章を授与された。1906年、新国政府の日本政府への要請により、北洋軍官学校の高等兵学教官として、中国へ赴任する。大次郎は家族を日本に残していたが、1908年8月1日に、北京の知人宅で病気で寝ていた彼を、 日本公使艦付け憲兵4名が襲撃。2名が入り口で見張りに立ち、2名が中庭から家の中の大春郎に向けピストルを発射。ガラス窓を突き破った4発の弾丸で大二郎は射殺される。去年33、軍の機密漏洩の権威で逮捕に訪れた憲兵に抵抗し射殺されたと発表される。1922年、長政は、 都内屈指の進学校である東京府立四中を卒業後、北京大学に学びさらにドイツに留学する。帰国後ウファの代理人を経て、1928年に東和商事を設立。その後、同社に入社したタイピストの竹内賢子と結婚し、二人で世界中を買い付けに回る。若き長政は日本最大の映画輸入業者として知られるようになった。 1939年3月に陸軍は長政に日本軍支配地域の映画配給会社の日本側代表を依頼する。日独合作、日中合作映画を制作し配給してきた実績があり、中国語に堪能で各方面に人脈があったため選ばれたとされる。長政が大陸に渡る決心をしたのはいくつかの説があり、彼自身は 中国との友好の架け橋となりたいと説明している。また父の死も要因であるとする説もある。また、日独満の協定により、ドイツ映画の配給について、満州国が独占権を握ったため、これに対抗しようとしたとする説もある。ただ、彼の心情である、中国と日本の映画による友好の立場で、 上海にいる異上軍の圧力は避けられず、また中国人からも敵視されるのは覚悟の上での大陸入りと言える。1939年6月27日に中華田園古墳有権講師が日中合弁で設立されると、専務党ごとの長政は本社を共同疎開に置き、映画制作については日本人は入れないとして、中国人のプロデューサー張余氏を 全面的に信用して彼をトップに据える。長吉という男石膏賞の生まれ。上海の大学に学んだ後はヤクザ社会を経て上海映画界の大建物となったとされる。プロデューサーとしての手腕を見込んだ長政は彼を信頼し、長は上海の主要な映画人を集め川北に協力する要要請。と同時に国民党と連絡を取り、 上海映画人たちの中国国内での立場を確保している。このため日本と中国の板挟みで中華伝英の作品は比喩的に日本を非難するか全くの娯楽作というものが多いが娯楽作は庶民を喜ばせた。長政は彼ら上海の中国人の苦渋と屈辱を考え最後まで保護した。 上海の日々1941年、南京の総司令部より、中央の国策に沿う映画を撮るように圧力をかけられた長政は、何とかやり過ごす。12月8日、上海の疎開全域を日本軍が占領したことで、より事態は厳しくなるが、中国人スタッフの多くは長政を信頼し、上海映画界に残る。この後、上海映画界の統合団体の役員に ずラねるが、1944年には長が憲兵に拘束される。何とか釈放させるが、翌年には長は上海を脱出し、重慶へ逃げる。軍の上層部では、重慶とのパイプとして長の存在を認めていたが、憲兵にはグレーゾーンとして見られていたため脱出したとされる。敗戦後の長政は、家族は先に帰らせると、 上海での残務整理をしていたが、山口敏子がカンカンとされ処刑されると聞くと、この救出に尽力。1946年、大陸を離れ、山口と日本へ戻る。妻、賢娘、和子1947年には、総司令部より、公職追放とされるが、世界中から彼に助けられた、ユダヤ人や中国人の弁護の声明が出された。 1950年には公職へ復帰。これ以降、経営者として、脱腕を振るいながら、妻のかしの世界的な文化事業をバックアップしていく。1981年5月24日、観光編により78歳で逝去。生余人に助せられ、銀牌一組がたまもの組みされた。長余氏は、戦後も、アジアの大プロデューサーであったが、東京で隠しする。 最上で蝶を送る長政は自分は上海にいる時はいつどこで撃たれて死ぬのかわからないと覚悟していた。その時は君をはじめ親しい中国の友人たちに守られて葬られるのだと想像していた。その自分が生き残って君を葬ることになるとはと長寿を述べたが多くの参列者はこの二人の会話の意味がわからなかったとされる。 1957年の青山斎場での出来事とされる。平成24年6月28日議会、全員協議会会議録鎌倉審議会議事録。ありがとうございます。